プログレス M1 から10は2003年にロシア連邦宇宙局が国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA ではプログレス11や 11P などとも称する。プログレス M1 型でありシリアル番号は259番だった。プログレス M1 から10は2003年6月8日10時34分にバイコヌール宇宙基地1。 発射台かららソユーズ、U、で打ち上げられた。三日後の六月十一日十一時十四分五十三秒 M1 から十は ISS のピアースにドッキングした約三ヶ月間ドッキングを続けソユーズとママイナス三の到着の準備として同年九月四日十九時四十一分四十四秒にドッキングを解除したドッキング解除後一ヶ月間ほどは軌道に残り 地球観測ミッションを行った。10月3日の11時26分ごろ軌道を離脱し、太平洋上の大気圏に再突入して燃え、燃え残りは12時38分49秒に、海上に落下した。プログレス M1 から10は、第7次長期滞在のクルー向けの食料、水、酸素などの他科学研究用の装置類も積んでおり、 宇宙ステーションの軌道補正用の燃料なども積んでいた。ありがとうございます。